はい、今回も、僕のチャンネルを見ていただきましてありがとうございます。今回は新人王戦の3回戦、藤沢里菜女流三冠対、田中二段の一局を見ていきたいと思います。はい、見事この後にね、勝たれまして、もう3回戦ですからね、もう次準決勝ぐらいでしょうか。はい、新人王戦のね、はい、決勝の舞台に出るかもしれませんね。はい。はい、両掛かり。まあ、最近はね、両掛かりしても白も対策があるのでね、あんまり苦にしなくなりましたね。こう、そうですね、控えたのは比較的珍しいですね。まあ、ここまで打ったり、大ゲイマまでね、打ったりすることが多かったですね。今回は控えました。藤沢さんならね、こう三々入りそうな気もしましたね。この石は、まあ意外とね、強い石と見て、おそらく手を抜くかなと思います。はい、そうですね。ここに打たれてからさばくっていうことですね。こういうの切りとかがね、心配かもしれませんけど、これはね、まあ、継ぐ手もありそうなんですけどね。例えばこうやると、この羽からこういうツケがね、ありますんで、例えばこういうような切りだとね、これで取れてしまいますからね。なかなか抵抗ができないですね。どんどん、足早にね、打たれて、ここも当然、つなぐのはね、最悪ですよね。つなぐのは出られて最悪ですから、こういうところは当てましてね、捨て石にすると。これは、そう、結構白も必死のところですね。これね、つけたりするとちょっとハマり形になりそうです。こうやって。そうですね。手順があれですけど。まあ、こんな感じで、打たれてしまいますからね。こういうのは良くないです。白がね。ですから、このようにしっかり取って。白をね、押すこともできましたけどね。まあ、あえて打ちませんでしたね。まあ、こういうことになりましたけど、結構白、辛いと思いますね。結構大きいと思いますね。この石もまだ、弱いですから。この辺りから切りがね、結構厳しかったんじゃないかなと思います。ツケから。まあ、多分ね、この辺りでは、ちょっと黒苦戦なのかなって、思いますね。パッと見ですけど。これは一見こうやると取れそうなんですけど、ここは効きますから、これでね、こっちが落ちてしまえということで、この押さえ込みは厳しい手でしたね。切りもいい手ですね。取るとこちらから当たりされてしまいますから、こちらに取るしかなくて。これ弱い石が、この白ね、弱かったんですけど、取りながら成形したので、結構うまくやったかもしれません。そうですね、白は、まあ、もしかしたらこれぐらいでね、この黒の薄みを見ながら、こんな感じで打ってても、悪くなかったんじゃないかなと、パッと見は思いますけどね。このお、お、ね、押さえ込みが厳しかったです。
瓶に跳ねよう。まあ、これはだいたい緩めることになりますか。コスミは手筋ですけど、この当て込みも鋭い返し技でしたか。まあ、行きましたけど、そうですね。これね、まあ、こうとか打つと、これでね、黒は取られてしまいます。ですから、これが唯一のしのぎかもしれません。これ、そうですね。この石は生還できたんですけど、神取りに対して渡らないといけないのでね。まあ、別にびっくりするぐらい得したとは言えないかもしれませんね。この並びは、次にね、ここに一線に並ぶとどちらが渡れてますんで、で、取りました。これで、唯一しのいでるんですね。これ切っちゃったりするとね、こう切られてしまいますんで、ここは手がなかった、手がなかったんですよね。なんかちょっと損した気がするんですけど、そうでもないですかね。こう跳ねられて。普通にこうやってた方が多分少し得な気がしますけどね。そうですね。これで、藤沢さんがね、まあ、逆転勝ちかちょっと分かりませんけど、粘り強く打って、なんとか勝ちにしましたね。この抑え込みからね、見事に、勝負系に持ち込んだのかなと思いました。はい、じゃあそれではこの辺りで終わりにしたいと思います。はい、それでは失礼します。